市川市道植物園コツメカワウソ社2013年7月、流しカワウソとは、市川市道植物園の造語。コツメカワウソ社に設置された、ウォータースライダー状の滑り台を、コツメカワウソが遊んで滑り降りる様子を、日本の夏の風物詩、流しそうめんにかけて表現したもの。この言葉は、東カワウソ社の看板に用いられている。カワウソ用のウォータースライダー状の遊具は、 市川市道植物園の飼育員、水品重げが考案した。カワウソのこのやんちゃぶりを見てもらおうと考えた。飼育員は、冬場に凍結斜面を滑って遊んでいたカワウソの姿をヒントに、2012年、初めて作成した。直径20センチ、長さ4メートルほどの水道管用の塩化ビニール製パイプを半切りにして作成すると、カワウソは遊んでくれた。しかし、 傾斜が急なためか、カワウソがあまり使ってくれないと感じた。飼育員は改良を考えた。翌2013年4月、カワウソがより遊びやすいように、滑り台の傾斜を緩くしたり、直径30センチ、長さ3メートルのパイプを増やし、T 字型に立体交差するよう配置したり、階段を設けるなどの工夫を施したところ、カワウソがよく遊ぶようになった。飼育員は、 細い水路などをせわしなく動き回るコツメカワウソの特性に合わせて作ったと語った。このカワウソが遊具で遊ぶ姿が話題を呼び、2013年7月の入園者が増えたという。スポーツ日本はインターネットで話題になったこと、特に流れないカワウソが話題になったことを指摘している。カワウソの修正から昼前後は休んでいて水に入らないことが多いという。動物園は 流れるかどうかは、カワウソの気分次第と語った。ABCDE 流しカワウソ楽しい。2013年7月12日千葉ブログ、NHK カワウソ社の前に掲げられている、流しカワウソ始めましたの看板2013年8月2日6時、スポニチュウェブハット ABCDEF 読売新聞。2013年8月2日、長官。 流し川嘘、ウソ、流し川嘘ウソ、始めました市川市道植物園2013.07、12、m s n 産経フォト動画、朝日新聞デジタル、そうめんならぬ、流し川嘘、ウソ、千葉、市川市道植物園社会2013年6月23日9時29分、朝日新聞社 AB 川嘘ウソのウォータースライダーは、順番待ち市川市道植物園2013.07、11、 MSN3K フォト ABC 流しカワウソ大人気。ネットで大受け来園者3割増し2013年8月2日6時、スポニチウェブ市川市導植物園飼育日誌から7月9日、更新日、2012年9月11日、市川市導植物園初期のカワウソ用のウォータースライダー状の遊具。ツイッターやフェイスブック上で話題になった流れないカワウソの写真。 スポニチウェブ、2013年8月5日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2014年1月10日閲覧。ジャパン S ニューエストインフラストラクチュアプロブレム、アドーラブルズートラフィックジャムズ、ジュル14、2013、ロカッテヌズ24。ありがとうございます。